here we go.仲間と一緒に強くなってみせる。 We almost out this damn game. Break mission, there was Taisa, Tai, Sosui, and Soto Jo. That's the case. This time, the 100 ski, Quattro Tai, and the Tedaski will see what will happen. So, Zeta Gundam, and Kami Yubi Dank. Break mission, there was Grip 2 and Laser Kibu got caught, and the Seishi got sealed. But this time, it's okay. So, if you shoot Colony Laser, True mission は 成立するの? 少なくともチターンズは壊滅状態に追い込めるね。でもまだクシズ軍は健在だし、チターンズも視界を失ってない。この時のチターンズを掌握してるのがジャミトフ・ハイマン大将を暗殺したあの木星帰りの男だったのね。そういうこと。図らずも最後は4人のニュータイプの修羅場になっちゃうんだよ。地球を自然のゆりかごの中に戻し、 人間は空で自立すべきと訴えた英雄語のクワトロ、いやシャーズナブル、ジオン最高を掲げる旧ジオン残党軍アクシズ、ミネバラオザビの摂政ハマーンカーン、時代を動かすのは人握りの天才であり人をよりよく導く絶対者が必要だとしたキターンズのパプテマスシロッコ隊。そして身勝手な大人たちに囲まれ たくさんのものを失って、なお戦う若き入隊軍、仮面指団。すごいメンツ、歴史のターニングポイントになりそうね。その通り、2度にわたるネオジオン、いや、それ付きも含めると3度の復活に関わる重要な戦いだよ。小隊長、どの軍だ？エウーゴ、キターンズ、アクシズ。 ブレイクミッションの時と同じエウーゴの一員になってクワトロ隊とカミーユ君を援護するっていいのね。そこは変わらないよ。ただどんな時の涙を見ることになっても見据えなきゃダメだからね。お姉さん、急に何？カミーユ君にクワトロ隊勝てるのにね。また歴史を変えたいと思うようなことが。 Okay, let's get this over with. Hopefully they don't do no more surprise, whatever. ロシュ、私のもとに戻る意思があるのだ。何を言う？私のもとに来るのなら排除するだけだ。まだ終わらんよ。相手はクワトロ隊。ゼータガンダム、神ゆくんも出撃してる。すぐ援護に行こう、小隊長さん。大した役者だったよ、シャン。 話し合いの余地がないとするならば、ここがお前の死に場所になる。いや、もう一人役者がいる。そうだな、こんな芝居じみたことはシロッコの領分だったな。さくら君、
現在のシロッコの動きを。今カミーユ君が追っています。こちらではまだ捕捉できてません。ザビ家最高に手を貸せ、シャア。その上で世界のことを共に考えよう。そんなのダメですって。ネズミが命をと邪魔をするか。すいません、ハマーン様。でも歴史が変わっちゃうんです。ユノ姉さん、ミッション。ハマーン、私はただ世界を誤った方向に持っていきたくないだけだ。では聞くよ。ザビ家を倒しティターンズを排除した世界でお前は一体何をしようというのだ。私が手を下さなくてもニュータイプへの覚醒で人類は変わる。その時を待つ。私に同調してくれなければ排除するだけだ。人類の覚醒、ザビ家の復興を。また同じ過ちを繰り返すと気づかんのか。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。ならばその男がなすべきことをなすまでだ。ハマーン、一人残らずぶっ倒す。からねば死ねえ、シャア。分かり合おうともせず排除しようなんて愚劣なことを言う。それができるのはニュータイプというものではないのか、ハマーン。甘いな。貴様のようなニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。私は自分のためだけに戦っているのではない。人がニュータイプに覚醒していくのをなぜ見守れぬ。人類が賢い存在だと。ここまでのようだな、シャア。そうかな。何もかもが思い通りに行くと思うな。まだ粘るつもりか。小隊長、向こうも苦しいはずよ。頑張って。でもシリッと少し強く。このままじゃカミーユ君は間に合わない。これで終わりにするか、続けるか、シャア。はい、ローチャーズ、行けよ、ファンネル。こっちしろ。落ちろ。落ちるな。シャア、私と共に来てくれる。逃がすか。目の前の現実も見えない男が。サカシーだけの子供が何を言う。サカシくて悪いか。小隊長、君たちはカミーユの援護に回れ。ハマーは私が追う。でもそんな損傷した百式じゃ。彼のような若者が命を落として、それで世界が救えると思っているのか。はい、了解です。これなら手術通りになるかも。小隊長さん、急ごう。愚かな俗人どもめ、人思いに叩いてくれる。シロコ、ジューモビルスーツ、ジオ。カミーユ君のゼータガンダムも確認。小隊長、援護に行きましょう。嫌な予感がする。ティターンズの残党もコロニーに取り付いてる。蹴散らしていこう。まだだ。完全な時に直撃させる。あぶる。まだなのか。キュッタリア、オールレンジ攻撃、いけ。まだ動く。そこ、オールレンジ攻撃。感謝するぜ。助かったぜ。カミーユ君、こちらラーディッシュ隊、援護するよ。クワトル隊員は。カマーンさん、交戦中よ。小隊長の代わりを務めるから。邪魔なのだ。世界の都合というものを洞察できない者どもよ。本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間たちだろう。けどそのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってる。生の感情を出すようでは俗人を動かすことはできても私には通じんな。人の心、お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。
勝てると思うな小僧。許せないんだ。俺の命に変えても体に変えてもこいつだけは。カミーユ君落ち着いて。何この感じ。こいつなんだ。ウマ姉さん何が起きてるの。わかるはずだ。こういうやつは生かしておいちゃいけないって。俺の体をみんなに貸すぞ。みんな誰のことなの。このプレッシャーなんだ。すっげえな。トライだ。終わりはしない。さっきからゼータガンダムのエネルギー出力がおかしい。何なのこの数値は。ゼータがどうしたんだ。私の知らない新兵器か。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。体を通して出る力。そんなものがモビルスーツを倒せるものか。カミーユはその力を表現できるマシンに乗ってるんだよ。女の声。この声確かサイコガンダムね。じゃあみんなっていうのはまさかビクザムの時と同じ人の意志の力。今だ。皆さん当たれ。なかなかやるじゃねえか。出てこなければやられなかったのに。死体が捨てるなんてできねえよ。蹴ろ。やってくれ。同僚撃ち。まだ抵抗するのなら。ごめんね、でもする。うわあ。ジオ、なぜ動かん。ここからいなくなれ。登録は？トゥルーミッション再登録完了。トゥルーミッション再登録完了。これ確か人の思念や感情のうねりが大きすぎるとオーバーフロー回避のために強制発動するシステムだったわよね。それだね。以前はユニコーンガンダムがモビルアーマーを撃とうとした時に起こってる。声が聞こえた。カミーユ君を取り巻く彼を思う声が。彼はそれに応えた。そして体当たりした瞬間、悪意の塊みたいなものが弾けたような。私は感知できなかったけど、ゼータガンダムのスペックを考えてもあんな力が物理的に出るはずがないんだよ。あの後戦士はどう続くの。クワトロ隊やハマー様は。コロニーレーザーで艦隊の大半、そしてパプテマスシロッコ隊員の死によってティターンズは事実上壊滅。クワトロ大尉さんを退けたハマーン様はミネバラオザビ様を立ててアクシズ軍をネオジオンと改め、第一次ネオジオン戦争という新たな戦争へ突入していくんだよ。クワトロ大尉は無事なのにね。ブレイクミッションの時に総帥にはお会いしたから大丈夫だと思うけど。クワトロ大尉さんは公式にはグリプス戦役で MIA 認定だしね。ミッシングインアクション、ミッシングインアクション。そして6年後、宇宙世紀0093の第2次ネオジオン戦争で再び歴史の表舞台に戻ってくるのね。あれ、その時カミーユ君は。彼を取り巻いていた力、そして最後に弾けた力。なんだよ、あなたもマイクズ見る。すごく気になるんだけど。彼の並外れたニュータイプとしての力は絶望と怒りの中で戦場全ての思念を感じ取ろうとしてしまったんだよ。戦場全てって、それがあの力。そんなの人間の脳
はちょっとわからないんだよね。 G ユニバースにおけるグリプス戦役のシミュレーション結果に揺らぎがあるみたいで。生死が確定してないなんてことありえるの？私たちも強制ブレイクアウトしちゃったから、今回のミッションでカミーユ君がどうなったかまでは確認できてないんだよね。ただどういう形であれカミーユ君は生き残り、彼の戦いはグリプス戦役で終わった。重力に魂を惹かれてるっていう地上の人間でも、宇宙で革新するニュータイプでも、やっていることはただの戦争なのね。その中心には必ずガンダムがいる。それが G ユニバースのシミュレーションが導き出す答え。Lord, I hope this still ain't six.